マリサが送る世界史ランキングのコーナー。かっこいい、やっこいい。今回は史上最大の英雄対戦、三国志最強ランキングについてやっぞ、ほらやっぞ。今回のランキングは多分、一般的なイメージとは乖離のあるものになると思う。そうなのかい。吉川英治や横山光輝の三国志は、明代に成立した三国志演義をベースとした内容になっていて、我が国における三国志のイメージはそちらの影響が非常に強いと言える。むむむ、むむむ。しかし今回は世界史としての三国志をベースに三国志演義の要素は一切排除してランキングを作った。そのためあまり人気のある人物が上位にランクインしない結果になってしまった。ガチランキングだね。というわけで、今回は正史三国志をもとに三国志最強ガチランキングをお送りしたいと思う。よかろう、聞いて信じよう。というわけで、早速第10位の発表だ。三国志最強ランキング、第10位は、蜀漢の初代社稷将軍、張飛越徳、だー。張飛、張飛。この順位を高いと見るか低いと見るか、それとも適正と見るかは人それぞれであろう。張飛はもう少し上だと思っていた。劉備玄徳が主人公ということもあり、三国志演義では蜀漢の登場人物や桃園三兄弟が恐ろしいほど強く書かれる。中にはエピソードの大半が創作で埋め尽くされてしまう人物もいるほどだ。悲しい話だね。で、張飛はどうなんだい？張飛に関しては、蜀漢の中では誇張のない部類に入る人物だ。むしろ演技よりも正史の方が優秀だと言ってもよい。そうなのかい。演技だと酒に酔って城を失ってしまったりしているが、酒で失敗する張飛のイメージは、演技による創作だと言ってよい。それはそれでイメージが崩れるな。逆に、張飯卿の仁王のエピソードなんかは本物だ。100万の大軍の前に一人で立ち塞がったあれか。実際には100万もいなかっただろうし、張飛の他にも数十騎の兵がいたようだが、それでも満タン位の前に仁王立ちになり、そのために早々軍が進軍できなかったのは本当だ。漫画みたいな話だな。張飛の武勇は広く大陸全土に広まっていたようで、敵国の軍師である帝育が、一人で万の兵士に匹敵する、とその武芸を警戒した話が残っている。敵の言葉というのがその評価の高さを物語っているね。東大に行われた、中華の歴代名将を称える、武病64章にも選ばれているぐらいだからな。後世の評価も高かったんだね。駅州を攻めた時には名将玄関を生け捕りにしているし、漢中攻めでは、劉備をして最も恐ろしい敵と言わしめた、張高の撃破にも成功している。張高は演技だと完全にやられ役だが、正史だと恐ろしく強い武将だ。張高は演技の犠牲になったのだ。一方、部下には日頃から粗暴な部分があったようで、最終的には部下によって殺害されてしまっている。そのような悪癖を知っていた劉備は、最重要地点である漢中の守りを張飛ではなく義援に任せ、上層軍が届けられたと聞くや、その内容を聞く前に張飛が死んだのか、とその内容を察したのだという。人の能力を見抜くことにかけては、劉備はやっぱり一流だな。張飛の武勇は、劉備という器がいて初めて機能するものだったんだろうな。詳しくは、張飛を見てね。続いて第9位の発表だ。三国志最強ランキング、第9位は、三国志を終わらせた男、破竹の勢い、豊田。破竹の勢い、破竹の勢い。豊の存在さえも知らないという、三国志ファンも多いかもしれない。孔明が死んだ後の展開を追う人は少ないだろうからね。豊は長飛とは無楽で、武官というよりも文官寄りで、武将というよりも学者だと言える。学者なのに強いのかい？武器を持っての戦闘はかなり苦手だったようで、馬に乗ることも弓を引くことさえもできなかったようだが、こと戦闘の指揮に関しては三国志でも最強クラスだ。
何せ後を滅亡させ、長きにわたって続いた分裂状態を終わらせた人物なのだからな。功績で考えれば三国志で一番か。豊は前漢の時代に活躍した豊延年という人物の子孫で、長らく続く名門の出身だった。その上芝居の娘と結婚したために、死んでは大変な有力者であったわけだ。無敵ですね。だが豊の父と芝居の仲が悪く、政権の中枢からは長い間外されていた。いろいろあったんだね。一時期は三公と言って、地位はあるが職がないという状態にまで追い詰められたほどだ。そんな豊が浮かび上がったのは、陽子という人物による推挙があったためだ。陸公と激戦を繰り広げた人物だね。陽子もまた武病64章に選ばれるほどの名将であるが、ついに呉を攻め落とすことはできなかった。陽子の後継者となった豊は、学期は清水の一戦で陰を正に被験させた。今、平易は進行し、例えるなら竹を裂くようなものだ。そう言って一気に呉を攻め滅ぼし、三国志を終焉に導いたのであった。破竹の勢い、の由来だね。豊は勝てない戦はしないタイプの人物で、過去に郷土族が侵攻した際には、勝算がないと言って戦わず、降格になっている。実際戦局は豊の言った通りになったため、豊は戦術に明るいという評判が立ったのだそうだ。勝てない戦をしないというのも、名将に必要な条件なのかもねー。このあたりは秦の統一に貢献した王戦に通じるところがあるかもしれないな。勝つ戦を確実に勝つ。それゆえに地味に見えるが、本当に強い指揮官とはそういうものだろう。詳しくは王戦を見てね。なお、豊は春秋左氏伝の研究でも有名で、子生と呼ばれる東大の詩人徒歩は、豊の子孫であるという。国破れて三代りの人か。徒歩の読んだ春望は、教科書には必ずと言って良いほど出てくるな。というわけで続いて第8位を見ていこう。三国志最強ランキング、第8位は、三国志で最も多くの故事成語になった男、余毛氏名、だー。強いけど、人気はない。余毛の人気のなさは、関羽の人気の裏返しだろうな。武神を倒した男。そのせいで三国志演義ではひどい目に遭っている余毛だが、その実力は三国志でトップクラスだ。余毛は豊とは対照的に、腕っぷし一本で成り上がった武闘派だ。かなり貧しい生まれだった余毛は、軍団の中で頭角を表していき、孫策のお気に入りとなって出世した。孫策はそういう人間が大好きだもんね。ただ、武勇には優れていたが勉学がまるでダメで、五家の阿毛、という不名誉なあだ名が付けられていた。見かねた孫権は余毛に勉強するように言ったが、余毛は忙しいからとそれを拒否する。勉強嫌いだったんだね。孫権は忙しい私でさえ学んだのだからと説得し、余毛はその日から勉学に励むようになった。余毛は孫子や陸東などの兵法書を読むと、驚くべき吸収力の高さを発揮した。その後、露宿が余毛に会いに行くと、大きく様子が変わっており、すでに五家の阿毛ではないのだなぁ、と感心すると。死別れて三日すれば、すなわちさらに刮目して相対すべし。余毛はそう答えたという。ことわざにもなっているね。余毛はまさに文武両道の将軍に育ち、曹操軍との間に起きた十須港の戦いで活躍。あらかじめ要衝に砦を築いたり、見事な判断で拠点を制圧し、反乱が起きればこれを制圧した。まさに名将。曹操軍との間に起きた合肥の戦いにおいては、長領の鬼人とも言えるような猛攻から孫権を守ることに成功している。あの泣く子も黙ると言われた長領からか。その後再び攻めてきた曹操軍を見事撃退する功績を挙げ、露宿亡き後はその軍団を引き継ぎ、孫権軍の筆頭将軍となった。成り上がったね。成り上がったな。そして余毛の名を高め、歴史的人物にまでしたのが、関羽との戦いであろう。同時に不人気の理由にもなっちゃったね。余毛は関羽を倒すために、慎重に万全な体制を整えた。兵法を心得た余毛は、関羽と正面切って戦うということはしない。
彼を知り、己を知らば百戦危うからず。孫子の兵法書にあるように、余毛は自分と関羽を冷静に比較した。平地で海戦をすれば関羽に有利。そこで余毛は関羽が北上したのを機に、留守中の慶州に潜入し、内部からの籠絡を開始した。その際余毛は仮病を使い、陸遜という無名の人物を大慶州の責任者にしていた。これに油断した関羽は北上して曹軍に攻撃を仕掛けたわけだ。関羽も警戒はしていたんだね。余毛は慶州にて金をばらまき、さらに盗賊なども退治することで人心を掌握。さらに不死人と美宝を降伏させ、紅葉の一帯を瞬く間に支配してしまった。これにて帰る場所を失った関羽は、幕上にこもるより他なかった。追い詰められてしまったね。余毛はその後も丁寧に関羽の退路を潰していき、最終的には関羽を捕らえることに成功する。これにて関羽は処刑されるが、余毛も病気になり、その直後に死亡。関羽を破った功績は大きく、余毛もまた不病64章に列せられている。詳しくは、余毛、を見てね。さて、どんどん行こうか。三国志最強ランキング、第7位は、三国志最強の男、呂布高専、だー。最強、なのに、第7位。ってなんでやねん。呂布の順位に関しては、むしろ高く評価しすぎたかもしれないとさえ思っている。最強なら1位じゃろがい。呂布を三国志最強に仕立て上げたのは、三国志演義の作者と言われる羅漢中だ。桃園三兄弟との一騎打ちや、花崗豚など七名との一騎打ちなど、呂布の最強エピソードはほぼ全て創作だ。聞きとうなかった。このチャンネルはあくまで世界史を語るチャンネルだからな。なお、宝典画劇も派手な衣装も羅漢中による創作だ。大人は嘘つきだ。実際の呂布は、演技同様曹操に負け、孫権にも負け、挙句に李確にもボロ負けしている。勝率は半分もないかもしれない。全然最強じゃないじゃないか。むしろこの人物を最強に仕立てた羅漢中の手腕が色々な意味で恐ろしいよ。じゃあ実際の呂布は弱かったのかい？本当に弱かったらこの順位にはしていない。呂布の強さは広く知られていて、騎乗と弓が得意であったことから、前漢の将軍李光になぞらえて、飛将軍、と呼ばれていたほどさ。じゃあ強かったんだ。董卓がどれだけ謀略を尽くしても、誰も手を出せなかったのは、呂布が常に傍らにいたからだと言われているな。でも王院の連漢の刑で仲違いするんだよね。それも三国志演義による創作だな。じゃあ挑戦は？羅漢中が作り上げた幻だ。呂布の真実はどこにあるんだよ。丁原と董卓を殺したのは本当だ。まあ、どちらも油断した隙をついて殺したのだが。まるで強さが感じられない。演技とは違い、反董卓連合などはなく、孫権は単独で董卓を攻めたため、董卓は呂布と古心を迎撃に向かわせた。なお階級的には古心の方が上で、かつ呂布はこの古心が嫌いだったようだ。嫌な予感しかしない。呂布は古心をはめるべく、孫権が逃げ出した、という嘘情報を教えた。なんだって味方に嘘を。そうやって仲違いをしているうちに結局孫権に敗北し、カユーという将軍を孫権に殺されてしまう。あれ、カユーって関羽に切られたんじゃないの？それも演技の創作だ。カユーと関羽は全く面識なんてなかったし、ましてや戦ったことなどない。もう何も信じない。その後董卓を殺した呂布だが、李確と郭汜が領州からやってくると、郭汜を一騎打ちで破ったものの、戦闘にはボロ負けしてしまう。ここまで強かったエピソードがないんだけど。その後山賊を破ったエピソードがあるぞ。なんで山賊と戦っているんだよ。炎章が山賊と戦っていて、恩を着せるために参戦した。いかにも呂布っぽい。ただ、山賊といえど侮れない勢力で、上縁を狩猟に100万の兵を要していたという。それはさすがに嘘でしょ。いや、当時は五感がひどすぎて、多くの農民などが流民となっていたため、ありえない数字ではないと思う。五感も官軍を討伐に派遣したが、いずれも上縁に撃退されている。五感の軍団は山賊も討伐できないのか。
長円を征伐できないと判断した五冠は、長円に位を与え、事実上支配を容認してしまう。呂布は長円の軍団を散々に打ち破り、陣中の呂布、馬中の関と、と呼ばれ、その武勇が広まったという。強かったことは強かったんだね。その後は様々な勢力を渡り歩き、曹操が徐州を攻めている間に牧羊を脱出し、曹操が奪還に来るとこれを撃退した。やっぱり強いことは強いんだ。しかしその後曹操に敗れ、劉備を頼って徐州に逃げる。そして劉備が演術と戦っている隙をついて可否を奪い取り、劉備を抗争の末追い出し、徐州の支配者となる。強いけれど行動が無茶苦茶だ。ちなみにこの時可否を守っていたのがさっきも出てきた張飛で、僧侶の裏切りもあり張飛は負けてしまい、劉備の妻子を人質に取られてしまう。しくじったねー。その後呂布は劉備には基本勝ったが、曹操相手に幾度も敗北し、最後は配下の裏切りに遭い、曹操によって処刑されてしまう。強かったけどめちゃくちゃだったねー。正史三国志の作者である陳寿は、呂布に対して次のような評価をしている。虎の強さを持ちながら英略を持たず、軽はずみで狡猾で、裏切りを繰り返し、利益だけが眼中にあった。彼のごとき人物が歴史上破滅しなかった例はない。的確な評価だ。呂布は人格的には一切評価されていないが、その強さは宋の時代や明の時代になっても評価するものが非常に多く、無敵であった、という評価を下す者もいたほどだ。詳しくは、呂布、を見てね。呂布自身の武勇もさることながら、夏侯惇を破った功順や長領なども名称が従っていたことから、軍勇としてもかなり強かったと言える。陳宮も曹操を裏切って呂布を助けたぐらいだしね。というわけで次の順位の発表だ。三国志最強ランキング、第6位は、楊来来、七子も黙る、長領文苑、だー。楊来来、楊来来。長領は三国志演義よりも実際の方が強い稀有な人物だ。提言、董卓、呂布、そして曹操と、目まぐるしく君主が変わる中で、着実に力をつけていったと言える。いろいろな意味ですごいメンバーだ。長領の評価を決定づけたのは、孫権との間に行われた合肥での戦いであろう。赤壁の戦いで勝利した孫権軍は、北上して曹操陣営に攻め込んだ。詳しくは、赤壁の戦い、を見てね。しかし孫権にとって不幸なことに、要衝となる合肥の要塞を守っていたのは、歴戦の名将張良であった。曹操の陣前の適切さたるや。張良を重要地点の守りに配置したのは軽眼であったと言えるが、張良は同じく合肥を守っていた利典や学信と不仲だった。不仲な者同士を配置してしまったのか。このまま仲間割れで敗北するパターンが多い中、三者は国家の危機において支援を捨て、孫権軍の撃退に全力を注ぐことにした。さすが曹操が見出した将軍たちだ。人材発掘という面において、曹操は中華史でもトップクラスだからな。とはいえ曹操軍はこの時圧倒的に不利だった。勢いに乗る孫権軍は総勢10万を数え、対してこちら側はわずかな人数。このままこもっていても、やがて陥落するのは目に見えていた。どうするんだい？張良はわずか800騎の精鋭を従え、自ら先頭に立って孫権軍へと突撃していった。そんな無茶な。しかし張良は鬼人のごとき勢いで敵将二人を切り捨て、孫権のもとへ一直線に進撃していった。なぜそうなるんだよ。先に逃げ出したのは、圧倒的に有利なはずの孫権だった。逃げていく孫権を見て、張良は一喝。降りてきて戦え。しかし張良の軍団は火兵にて敵の大軍に囲まれてしまう。これはさすがに終わった。しかし張良はこの包囲網を抜け出し、再び孫権に向かって突撃していった。人間の動きじゃない？しかし多くの兵は包囲網に取り残されたままだったので、張良に対し我々を見捨てるのですか？と助けを求めた。すると張良は包囲網に再び突っ込んでいき、配下を助け出すと再び包囲網を突破するのであった。楊来来、楊来来。
結局孫権軍は撤退し、長領は楽器を守り通すことができたのである。まさに鬼人のごとき活躍だったねー。その後、今度は逆に長領が孫権軍に攻撃を仕掛けた。長領の突撃を受けて孫権軍は壊滅。余毛と楊騰が必死に長領の攻撃をしのいだおかげで、孫権はなんとか命が助かった。勝って当然の戦が、命があっただけでよかったになっているのが凄まじい。この時楊騰の部隊は全滅し、楊騰自身は川に飛び込み、泳いだことでなんとか命が助かったというありさまだった。これ以降、江南の地では、長領が来た、というと泣いている子が泣き止むようになったという。孫権はさぞかしトラウマだっただろうな。長領はこの戦いの功により征討将軍に任命され、後代においては武病64章に選出されている。私たち、武病シックスティフォーです。ちなみにこの64人には、秦の統一に貢献した王翦や、伝旦や漢中に範嶺といった古代の名称や、衛星に各挙兵など、そうそうたるメンツが軒を連ねている。すごいメンバーだね。長領もそれらの名称と同等の評価を高台受けることになるわけだ。というわけでベスト5の発表。でもその前に、惜しくもトップ10入りできなかった人物たちについて見てみよう。見てみよう。まずは第20位から16位までを見てみよう。なかなか渋いメンツだね。曹操陣営の将軍が多くなったな。三国志演義では劉備を主人公とした影響で、曹操陣営の将軍たちは軒並み負け役になってしまった。実際には違うのかい？実際には曹操陣営の将軍たちは、演技で書かれるよりもはるかに優秀だ。中でも学信は演技の影響で過小評価されている。正史三国志は、司馬遷の史記と同様紀伝体で書かれた歴史書で、各人物は列伝によって分かれている。各人物ずつの歴史を見ていくんだよね。徐行、学信、長領、長行、そして右近は、同じ列伝の中に記載されており、比較的近い評価が与えられている。曹操軍を支えた5人の偉大なる将軍というわけか。最も古くから仕えていたという理由もあるが、学信はその中で最も評価が高く、曹操が魏王に就任した際には、武将軍、すなわち武官で最高位に任じられているほどだ。長領よりも格上かい？そういうことだ。貢献度なら学信。ただ学信には具体的な活躍があまり記されておらず、記述漏れがあったとさえ言われている。評価は高かったんだもんねー。なので学信は徐行や長領よりも地位は高かったが、強さ的には下にランクインさせた。徐行の方が強いのかい？徐行も三国志演義ではやられ役だが、実際には関羽と共に顔料を破り、その関羽とも互角に戦っている。曹操は生前徐行のことを、孫武、芝城書にも勝る、と最大限の賛辞を送っているほどだ。詳しくは、孫子、芝城書、を見てね。これぐらい強くても、トップ10にも入れないんだねー。強い指揮官が多いからな。18位の徐英というのは何者だい？よほどの三国志マニアしか知らないだろうが、若き日の曹操と孫権に干渉している。そんな強い人間がいたのか。だが、その後利確と隠しと戦い、味方の裏切りもあって、あっさり死んでしまった。利確と隠しって強かったんだな。呂布にも勝っているしな。なお三国志演義だとか後頓に槍で突かれてあっさり死ぬ役となっている。そして正史において下後頓を破る活躍をしたのが、高順という武将だ。下後頓って魏の初代大将軍になったんだよね。高順は呂布配下筆頭で、戦闘には必ず勝利するため、肝心英、の異名を取ったほどだ。呂布軍って強かったんだな。長考は先ほども触れた通り、演技ではやられ役だが史実だと強く、劉備をして最も厄介な敵と言わしめた武将だ。張飛の最大の功績は漢中争奪戦で長考を破ったことと言ってよく、曹操、曹飛、曹英、そして芝居からの信任も厚かった。まさしく魏建国の礎を築いた人物なわけだね。最終的には芝居の判断ミスによって孔明に敗れ戦死してしまう。というわけで続いて15位から11位を見ていこう。見ていこう。
15位から11位はこんな感じだ。むむむ。いくつか気になるところがあるかい？宋人はそんなに強いのかね。三国志演義で最も弱体化させられたのが宋人だと言える。序書が加入した劉備に負け、孔明が加入した時も負け、とにかく負け役にされた。負けてばっかりじゃないか。ちなみにこれら二つの戦いは完全なる創作だ。創作ばっかじゃないか。三国志演義はもともと正史三国志を元にした創作だ。実際の宋人はかなり強い。宋人は曹操の旗揚げの時から従っており、若い時から武勇に優れ、弓術や馬術に長けていたと言われている。宋人は曹操のいとこかい？義理のいとこだな。曹人の祖父は曹統という人物の弟なのだが、曹操の父曹操は曹統の養子だ。血は繋がっていないわけだ。そのせいか曹操は曹人よりも血の繋がりのある加工トンなど加工一族を重用しているな。曹操はもともとは加工一族の出身だったね。だが曹人は確実に自分の仕事をこなしていた。演術戦で活躍し、刀剣との戦いでは余裕を、呂布との戦いでは勇家をそれぞれ打ち破っており、それぞれの戦いで重要な役割を担っている。敵の将軍の名を聞いたことがない。長州征伐の際には長州軍を見事に打ち破る活躍をしており、その様は獅子奮陣の活躍と記述されている。あれ強いな。演技では完全にカットされているが、炎将軍参加にあった劉備をも倒しているんだぜ。その後は演技同様慶州の守りにつき、周囲相手に前線。幾度かの戦闘には勝利するが、周囲の前に敗れ去ってしまう。実際の周囲は本物の強者だからね。その後馬長戦にも参加していて、馬長を破る活躍を見せている。宋人強いじゃん。そして何より、北上してきた関羽の猛攻をしのぎ、繁盛を守り切ったのが宋人のハイライトであろう。周囲以外には負けていないのか。もう少し順位が上でも良いかもしれないほどの存在だよ、宋人は。そして次が孔明か。三国志演義のイメージが強すぎて、孔明の順位が低すぎると思う人はもしかしたら多いかもしれない。もっともそれは、三国志演義ができた明の時代より以前からそうで、ちょくちょく出てきている東大に選出された部病64章において、孔明は劣せられていない。長飛よりも評価はしたってことかい。いや、無楽だ。部病64章の上には、部病実鉄と呼ばれる10人の人物がいる。孔明は三国志の中で唯一、そこにノミネートされているんだ。他に劣せられているのは関心に長領、楽器に白器など、中華史でも最強と言える人々ばかり。孔明も同格とされているのに、孔明の順位は低いのかい？低くはないと思うけどなぁ。まあ、このあたりを語り出すと長くなるから、孔明の戦闘能力に関する話は別の動画を見てくれだぜ。詳しくは、諸葛亮孔明、を見てね。孫権は一人で海賊船に乗り込んで全滅させたというエピソードを持ち、事実上単独で董卓と戦い、仲間割れしていたとはいえ呂布を破り、火竜を討ち取る活躍も見せている。その後有能の勢力と戦い、高祖を敗退させるも、高祖の部下が放った矢に当たり死んでしまった。息子の孫策の方が強いのかい？そう思うね。勢力など事実上なかった状態から始まり、江南一帯をわずか数年で支配。小覇王と呼ばれたその強さは本物だろう。詳しくは、孫権、孫策、を見てね。10位の長飛とは正直迷ったが、最終的には各家の評価の低さで決めた。炎章との戦いに臨まんとする曹操は、南から孫策の進行を受けないか心配していた。しかし各家が言った。放っておけば勝手に死ぬでしょう。実際孫策は狩りの途中でかつて滅ぼした勢力の者に襲われ死んだ。26歳だった。若いねー。もう少し長生きしていたら評価は変わっていたかもな。なお各家は、孫策を軽視していた一方、長飛と関羽のことは高く評価していた。各家の意見なら参考になるね。圧倒的に有利な炎章を見限り、自ら曹操についた人物だからな。人を見る目は確かだ。各家の評価もあり、
孫策よりも張飛を上の順位にした。東大は？順番が前後したが、蜀漢を滅ぼした人物だ。豊同様その評価は当然高くなる。脅威は何度戦っても当該には勝てず、環球圏の乱が起こるや敵の指導者の一人である文金を撃破。強いね。しかし味方であるはずの蒋介が脅威と共に反乱を起こし、当該は巻き込まれて死んでしまう。味方に裏切られるパターンが多いね。味方に殺されないこと。三国志ではこれも重要な能力の一つだと思う。というわけでトップ10の発表に戻ろう。三国志最強ランキング、第5位は、聖史三国志の主人公、曹操孟徳、だー。知性の老人、乱世の官僚。昔、海外の人が作った動画に、世界史上の誰が最強か、ランキングトップ100みたいな動画があった。その動画は戦勝数のみで強さを判断し、その結果曹操が1位になっていた。マジっすか？動画は大荒れだったけどな。その動画の内容はさておき、戦勝数で言えば曹操は三国志でダントツだ。しかし一方で結構負けていたりもする。若い頃は先ほども触れた通り徐英に敗北し、呂布にも敗北をしている。先の方でももっと負けているよね。赤壁の戦いでは周瑜や劉備の連合軍に負け、漢中争奪戦では劉備軍に敗北をしている。結構負けまくりじゃないか。戦闘の強さには、負けない強さと負ける強さがあると思う。曹操は言ってみれば、負ける強さを持っているのだ。ローマの大英雄ユリウス、カエサルにも共通していることだが、曹操もまた敗北してさらに強くなる性質を持っている。少年史の主人公みたいだな。五感が事実上崩壊し、各地で数えきれぬほどの群雄が覇を争った。三国志の始まりである。詳しくは、五感の滅亡、を見てね。董卓を呂布が倒してからは、文字通りの弱肉強食が始まり、強い者のみが生き残れる世界になった。まさに修羅の世界。曹操は、当初は弱かったと言える。徐英を派遣した董卓には負けたし、袁紹にはあらゆる点で及ぶべくもない。しかし曹操は時として負けながらも、確実に力をつけていく。呂布を倒し、袁紹を倒し、劉備を駆逐し、慶州をその支配下に置いた。一番多くの勢力を滅ぼしたのは曹操か。赤壁では敗北し、馬超には追い詰められ、漢中を失ったが、それでも中華全体の3分の2をわずか1台で支配下に置いてしまった。曹操の強みは、負けてもすぐに立ち直った点であろう。そういえば立ち直りが早いね。袁紹などはたった一度敗北しただけでそのまま勢力を失ってしまった。漢との戦いでの敗北は決定的だったねー。しかし曹操は、赤壁の戦いでの決定的な敗北の後も勢力を維持し続けた。これができたのは、三国志全体でも劉備と曹操だけである。劉備も正史だと結構強いんだよね。三国志演義だと全くと言っていいほど触れられないが、北方の異民族相手にも優位を保っていて、後の五胡十六国時代や宋の時代などを考えれば、いかに曹操が強かったかがわかるだろう。いつも苦労していたもんねー。劉邦みたいに領内に侵入されてボロ負けした例もある。栄華の乱とか成功の変とか。曹操は郷土族の前夫であるオフラに対照するなど、北方民族に対して圧倒的に優位だった。なお、オフラの子孫によって魏の後継国家であった秦が滅ぼされている。詳しくは、秦の滅亡、を見てね。先ほども出てきた国産族の長縁を、最終的に降伏させたのも曹操で。その強さもあってか、魏が建国されると、曹操には武帝の贈り名が与えられた。敗北も多いが、それでも曹操は三国志全体で五氏に入る強さであろう。詳しくは、曹操、を見てね。それでは次の順位に行ってみよう。三国志最強ランキング、第4位は、武神になった男、関羽長、だー。関羽、強い、関羽。関羽にはとにかく強いイメージがあると思う。そして実際かなり強い。ただ、三国志演義に関しては、関羽にはいくつものエピソードが付け加えられている。
またそのパターンか。例えば火竜は倒していないし、顔料は倒したけれど文集は倒していない。そして5つの席を破るのエピソードはまるまる創作で、切られた五将は架空の存在だ。付け足されすぎだ。だが長領や徐行と並ぶ、あるいは彼らよりも架空への浮金を降伏させ、宝徳を捕獲し、劉備が漢中王になった際には最も架空への前将軍に任じられている。劉備軍で最強の将軍なわけだね。最終的に余猛に敗北してしまったが、北に曹操軍、東から孫権軍、その上味方の救援も来ない状態での戦いであったこともあって、関羽をこの順位に置いた。このあたりは難しいね。どちらも武病64章に選ばれている名将であるし、どちらが強いかは非常に難しいな。関羽は劉備陣営はもちろん曹操陣営、そして孫権陣営からの評価も高かった。敵からの評価が高いのは本物だね。テイクは長子と共に一人で万の兵士に匹敵すると褒めたたえ、閣下も長子と共に関羽を大変評価した。孫策のことは評価しなかったのに。今回のランク付けの決定打になったな。また、周瑜も関羽と張飛を評価したものの一人で、劉備を傀儡にして関羽と張飛に兵を与え、曹操とぶつける作戦を立てていたのだ。天下二分の計か。実現していたら、中華の歴史は大きく変わっていただろうな。いずれにせよ、三陣営全部からこれだけ高い評価を得ているのは関羽だけだ。さすが武神になった男。本当はもっと上にしたかったんだけど、最後負けて終わってしまったので、この順位となったぜ。もし慶州を制圧し、孫権軍を跳ね返していたならば、関羽はトップだっただろうな。しかし、元を正せば関羽が孫権側との婚姻を無下にし、天津さえ孫権軍から略奪を行ったことが原因だったので、それも含めて関羽の実力であったと言うべきであろう。詳しくは、武神関羽を見てね。いよいよトップ3の発表。でもその前に、惜しくもランクインできなかった奴らを紹介するぜ。よかろう、許可しよう。まずは趙雲だ。なぜだ、趙雲好きの私に対する挑戦か。趙雲のランクインを心待ちにしていた人も多いと思う。各言う私も、趙雲は三国志の中でもトップクラスに好きな武将だ。ではなぜランク外なのかね。残念ながら三国志演義における趙雲の活躍は、ほぼ全てが創作だ。なんだと。加工音、御用列、寛永。これらは趙雲に切られた章の名だ。敵将をそんなにたくさん切るなんてさすが趙雲だぜ。全員実在しないけどね。他にも文集や長江と戦い、旅行を切っているが、いずれも正史にはその記録がない。趙雲は実在の人物だが、同時に作られた存在、だとも言えるだろう。じゃあ趙雲は実際には強くなかったのか。関羽や張飛と同じ列伝に記載されていること、西南将軍というかなり高い地位にいたことを考えれば、強かったことは確かだろうと思う。関羽や張飛とは随分地位に差があったんだね。それどころか馬長や甲虫とも差がある。五冠の名門出身の馬長はともかく、後から入ってきた甲虫にも差をつけられていたということは、実力的に甲虫の方が評価されていたということだろう。とても残念な話だ。次に馬長もランク外となった。馬長強いじゃないか。馬長はギリギリランク外の23位にした。馬長、趙雲、諸葛亮の3人は、演技において特にエピソードが盛られた存在だと言える。もう聞きとうない。馬長に関しては人格から何から全てが変わっていて、例えば演技だと曹操が父を処刑したから馬長が仇討ちに乗り出したことになっているが、実際には馬長が反乱を起こしたから父馬頭は処刑されたのだ。因果関係がまるで麻薬じゃないか。ちなみに正史だと馬長は若い頃関水軍の遠行という人物にボコボコにやられている。そやつは強いのかい？後に曹操が気に入って配下にしているから強いことは強いのだろうが、特に活躍した形跡はないな。それでいて実際の馬長はかなり残虐な性格をしていて、王位という女性の子供を殺害したり、命を助けるといった相手を平然と殺したりしている。
かなりひどいな。だが曹操を追い詰めたことは確かで、逆に言うとそれ以外の活躍はない。巨著や張飛との一騎打ちエピソードは三国志演義の創作であるし、曹操戦後の活躍は何もないのだ。ただ、馬超が加わったことによって、劉璋が劉備に降伏したぐらいだし、劉備が漢中王となった際には左将軍、蜀漢ができた際には楊貴将軍と、非常に高い地位についたことから、かなりの実力を持っていたのは確かなのだろうと思われる。それで23位か。今回は演技での活躍は一切考慮しないからな。詳しくは、馬超の真実、を見てね。続いては花崗園と花崗豚だ。花崗園は31位、花崗豚は28位とした。二人とも学信よりも下なのかい？学信を過大評価していると思われるだろうが、演技を一切考えなければ、学信の順位は妥当であると考えている。曹操の人事は、一部を除けば完全なる実力主義だ。特に武官にその傾向が強く、その中で学信は実質最高位だ。学信の評価は高かったんだね。先にいたとはいえ、あの長領より上の位だからな。なお、最高位は実は花崗豚だった。曹操が義王となった時、学信を右将軍にしたのは先ほども触れた通りだが、最高位である前将軍は空位としたのだ。花崗豚じゃないのかい？不審の例。曹操と花崗豚の間には、主従関係はなかった。なので花崗豚を臣下に当たる前将軍にはせず、だがその相当なので、空位にしたわけだ。かなり特殊なケースだね。花崗豚は三国志演義だと助英を串刺しにしたり関羽と戦ったり、かなり獰猛なイメージがあるが、それらは演技による創作だ。また創作か。曹操陣営の中で、花崗豚だけはむしろ実際よりも演技の方が活躍する機会が多かった。実際の花崗豚は、曹操の不在時に拠点を守るなど、防衛に関する役割が多かったようで、それでも呂布に拠点を奪われ、高順にも敗れるなどしている。この時点で高順より上はないか。劉備を深追いして罠にはまり、利点に助けられるなど、演技同様、かなり虚突猛進的な性格も目立つ。それでも曹操の信頼は厚かったようで、かなりの実力者ではあったのだろうと思う。曹操のいとこなんだっけ？曹仁とは違って実際に血のつながりがあったようだな。花崗豚と花崗園の地位の高さには、そのあたりも加味されていると思われる。そうなると実質的に学信は最高評価なわけか。花崗園も曹操挙兵時からのメンバーだが、馬超に敗れ、最後は甲虫に敗れて死んでしまった。曹操が義王に就任した時には、学信や右近よりも少し下の位となっている。花崗園も曹操のいとこなんじゃないの？花崗豚のいとこではあるらしいが、曹操とのいとこではないかもしれない。また、日頃から曹操は花崗園に次のように言っていたという話が残っている。指揮官たるもの臆病な時もなければならない。勇気だけを頼みにしてはならない。指揮官は当然勇気を基本とすべきだが、行動に移す時は知略を用いよ、勇気に任せるしか知らないならば、一人の男の相手にしかなれぬ。お次は慣例だな。予毛が入っているのに慣例が入っていないのはおかしいと思う人もいるかもしれない。慣例は尊敬陣営最強のイメージがあるね。慣例はギリギリランクインしない24位となっている。実際慣例の活躍は目覚ましい。赤壁の戦いでは曹操軍を撃破し、慶州を攻めて曹仁を高陵から追い出すことにも成功している。めっちゃ強いやん。慣例の名を特に知らしめたのは樹子の戦いで、わずか100人の精鋭と共に目印の白鳥の羽をつけさせ、夜襲を決行した話であろう。この夜襲は成功し、孫権は慣例の活躍を次のように称えた。曹操には長領がおり、私には慣例がいる。最高レベルの賛辞ではないか。慣例に関してはもう少し上の順位でもよかったのだが、この時代には強い将軍が多すぎたのがこの順位になった理由だな。確かに張飛や孫策より上かというと。ちなみに30位から25位まではこんな感じだ。ほうほう。そして25位から21位はこんな感じ。陸光と陽子は同じぐらいか。良きライバルといった感じだったし、
共に部病64章に選ばれているぐらいだからな。そういえば関連や甲虫は部病64章には選ばれていないんだね。そのあたりも判断の参考にはしたな。なお学神と同等の評価を受けていた右近だが、36位となっている。長領や学神に比べて低めだね。もともと戸様だった宝徳が忠義を守って死を選んだのに対し、右近は延命を希望して降伏したからな。目立った敗戦のない学神や長領に比べると、どうしても順位は低くなってしまう。これはもうしょうがないね。というわけでトップ3の発表だぜ。三国志最強ランキング第3位は、遅れてきた主役、リプソン白言だ。リプソン。リプソンは若い頃、三越と呼ばれる南方系の異民族との戦いで活躍した。その活躍は評価され、孫権は兄孫策の娘をリプソンに嫁がせるなど優遇したが、漢民族の世界では無名に近かったと言える。そのため、余毛は漢を油断させるために、仮病を使って陸村を大慶州の指揮官に据えたのは先ほども触れた通りだ。余毛は陸村の実力を見抜いていたんだね。一流は一流を見抜くものさ。陸村はひたすら漢を褒めたたえる手紙を送り、油断した漢は北上して早々軍との戦いを始めた。漢はプライドが高いからな。一方で陸村は孫権に対して慶州攻略の作戦を上奏し、余毛と共に慶州の攻略に取り掛かった。二人は公安と南軍といった要所を攻略し、さらに近隣の異民族をも懐柔。その後孫権から賜った金銀財宝を人々に配るなどして人心を掌握し、近隣の劉備軍を壊滅させたという。着実に足元から固めていくタイプだね。故に必勝だったと言える。豊は勝てる戦だけをするタイプだったが、陸村は勝てる戦にするタイプだった。無敵ですね。余毛が関羽と戦っている頃には、陸村は数万の劉備軍を捕虜にし、そして次々と帰順させていったという。今までの名将とは明らかにタイプが違う。陸村は物事を広い視点で総合的に考える人物だ。目の前の戦いのことしか考えていない人が多いもんね。呂布なんかはその代表例だな。そして陸村の名を世に知らしめたのが、劉備との間に起こった異様の戦いであろう。この時孫権陣営及び陸村は追い込まれていた。関羽を殺されて怒り狂った劉備は、孔明の制止も聞かず、全ての力を持って孫権への攻撃を開始したのだ。劉備が孔明の言うことを聞かないとは。この時が最初で最後だったな。孫権は並居る将を抑え、陸村を大都督に任命した。これは現代風に言えばサプライズ人事で、歴戦の名将を差し置いてのことだったので、古くからの将軍にはかなり不満だったようだ。この時点で陸村には大きな実績はないわけだもんね。孫権軍は劉備軍の勢いに押され、不利な状況が続いた。陸白言は愚か者だ、呉は滅ぶ。これは味方の将軍から陸村に浴びせられた言葉である。なかなかきついね。公然と命令無視する者までいたようだな。しかしその後陸村は劉備側の戦略をことごとく看破し、そして現代まで語り草になっている家系を仕掛けた。陸村は見抜いたのだ。劉備側の陣営は密集し、日に非常に弱いことを。40もの陣営が、陸村の家系によって陥落させられたという。劉備軍は壊滅だね。劉備は援軍に駆けつけた趙雲に助けられ、なんとか逃げ延びたが、数万の兵力と慶州のほぼ全域を失ってしまった。なおこの際三国志演義では、孔明の赤兵八人によって陸村はピンチに陥るが、実際にはそんなことはなかったぜ。また創作か。これだけいろいろ創作できるんだから、やはり羅漢中は天才だと言える。普通は思いつかないよね。ああ、大したやつだ。その後、魏の宗及が、10万もの兵を率いて侵攻してきたが、陸村は大都督としてこれを撃退することに成功する。まさに孫悟の守護神。当然のごとく部病64章にも選ばれており、三国志で最強クラスの指揮官だと言えるだろう。詳しくは、陸村、を見てね。これで残るはあと2人。誰が1位になるのかな。
三国志最強ランキング、第2位は三国志最強のイケメン、周遊公金、だイケメン、イズ、ジャスティス。三国志演技では孔明の引き立て役にさせられた周遊だが、実際の周遊はこと戦闘に関しては孔明よりも何枚も上手だ。イケメンだしね。周遊は名門の生まれだったが、決して名門とは言えない孫策の実力を見抜き、家族ごと豪邸に住まわせたのは有名な話だ。その後孫策が旗揚げすると兵を率いて合流し、小覇王と言われた孫策と共に江南の平定に大活躍した。三国志一のイケメンコンビ。実は遠家の周遊とも言ってよい演術が周遊に出資を請うたが、周遊は演術の愚鈍さを見抜き、これを断っている。これは後の時代から見れば不思議はないが、当時演術と孫策の勢力は比べるべくもなく、現在で言えば東証一部上場企業の採用を蹴って、何にも上場していない小企業に就職するようなものであった。周遊の見る目はすごいね。孫策にそれだけの能力があったからだが、同時に孫策の勢力が拡大できたのも、周遊の力があったからだと言える。しかしその後孫策が若死にしてしまうと、陣営は崩壊の危機に瀕してしまう。孫策の弟の孫権はまだ19歳。孫権を軽んずる者が多かった中、周遊は真っ先に孫権に対し臣従の礼を取る。それを見た有力者は次々と孫権に従い、陣営は勢力を維持できたわけだ。カリスマだね。周遊も陸孫同様三越との戦いで大活躍し、高祖の武将であった東流を捕らえるなどの活躍も見せる。そして周遊の評価を決定づけたのが、天下分け目の大決戦赤壁の戦いであろう。赤壁。曹操が孫権に降伏を言い渡した時、周遊と露宿だけが主戦派であった。すでに曹操は中華の大半を支配しており、ただ楊州の覇権を得ただけの孫権軍とは圧倒的な力の差があった。国力で言えば10倍ぐらいの差があったんだっけ。だが周遊は勝った。曹操は多くの負けを経験した男だが、赤壁の戦いは最大の敗北と言ってよいだろう。詳しくは、赤壁の戦い、を見てね。さらに言うと、周遊は曹操が最後まで勝てなかった人物だとも言える。劉備にも呂布にも負けたこともあるけれど、基本的には勝ち越しているもんね。赤壁に勝利した周遊は、曹操に慶州に攻め入った。周遊は慶州を守る僧人を敗走させ、襄陽と並ぶ慶州の重要都市である、黄陵の支配権を得ることに成功したのである。曹操や僧人に勝っているのは大きいね。戦勝数は多くないのだが、一つ一つの勝利が大きかったのでこの順位となった。特に大規模な敗戦もなく、実際の周遊は三国志最強の一角を占めると言ってよいだろう。周遊は若死にしてしまったが、もしもう少し長生きしていたら、中華の歴史は大きく変わっていたと思う。詳しくは、周遊、を見てね。というわけでお待ちかね、第1位の発表だ。第1位。三国志最強ランキング、栄えある第1位は、最後に笑った男、芝居中達、だブーブー、ブーブー。この結果に不満を持つ者も多いだろう。不満じゃ、よは不満じゃ。芝居は人気がない、とにもかくにも人気がない。三国志で一番人気がない男と言ってよいだろう。芝居とその子孫がやったことを考えればね。孔明の高い人気は、芝居の不人気の裏返しという面もある。現実世界では、芝居が勝った。だからこそフィクションの中だけでも、孔明を勝たせたいと人々は願ったのだ。その気持ちはわかる気がする。三国志最大の敵役は曹操ではなく芝居だった。三国志演技の前半は劉備が曹操に一泡吹かせる物語、そして三国志演技の後半は孔明が芝居を走らせる物語。してる孔明いける中達を走らす。だが現実は非常だ。実際に勝ったのは芝居であり、三国志最強の男は、何度考えても芝居なのである。孔明のライバル、というイメージのせいか、芝居には軍師的なイメージがあるが、実際の芝居は武漢畑を歩んでいる。
名門出身なのに珍しいね。それがなぜなのかまではわからないが、芝居の役職を見てみると、陸将所持、武軍大将軍、下設、上記将軍、大夫と推移しており、非常に軍事職が強いと言えるのだ。軍官職もあるのに将軍職もあるのか。孔明も軍師将軍を経て上将になっており、この時代軍部僚官を経験するのはよくあることだったと言えるが、曹操の軍団では軍部は分かれることが多く、芝居のようなキャリアは非常に珍しいと言える。純肉は一貫して軍官職、学臣なんかは一貫して武官職だもんね。人手不足の劉備陣営と違って、曹操の陣営は人材が豊富。その中にあって芝居は異質と言える。何でもできてしまう能力の高さがあったんだろうね。軍事的な才能は明らかに曹操を凌駕するものがあり、生前曹操は芝居を最も警戒していたと言われているな。無理やり出資させたくせに。曹操とはそういう男だ。官中を得た曹操に益州の攻略を提言したのも、慶州において孫権に関羽を攻撃させる策略を曹操に進言したのも芝居だ。前者は芝居の言うことを聞かないで失敗し、後者はその通りにして成功したわけか。良くも悪くも曹操には人間っぽいところがある。人間だけどね。だが芝居にはそのようなところはない。ただ冷徹に勝利のために最善を実行する。曹操が警戒するわけだ。そのためか、曹操が生きている間は芝居はかなりおとなしくしていた。そして芝居にとって幸運なことに、曹操の息子である曹丕と仲が良く、曹操の死後、曹丕は皇帝となったのだった。曹丕が生きている間も後方支援や曹丕不在時の拠点防衛など、目立った活躍は見せていない。しかし曹丕が死に、曹営が皇帝になると事態は大きく変化した。諸葛一族が攻めてきたのだ。孔明かい？孔明よりも前に、兄の諸葛瑾が攻めてきている。芝居は徐行と共にこれを撃退し、上記将軍に昇進。これにて曹一族を除けば最高位となった。そしてその後、孔明は毛達と内応し、魏への反乱を画策する。北伐が始まったわけだね。しかし芝居はこの策を見抜き、本来ありえない速度で毛達を攻めた。記録によれば、芝居はこの時 520km の距離を8日間で移動している。1日 60km 以上を移動したのか。昼夜兼行の進軍をしたというな。そしてわずか16日で毛達の守る城を陥落させた。これによって孔明の計画は大きく狂ってしまったんだ。孔明にとって芝居の存在は不運だったね。ちなみに演技では芝居は北伐において孔明に何度か負けているが、芝居が北伐に参加したのは4度目のことで、芝居の負けたエピソードの大半は演技の創作である。このパターンにはもう慣れた。実際の北伐は、感情論を抜きにすれば、芝居の圧勝だったと言えるだろう。いける中達を走らせたのではないのかよ。その言葉は、実は三国志演技ができるよりも前からあったようだな。少なくともすでに東晋の時代の書物にはこの言葉が出てくるそうだ。孔明の死後、芝居は撤退する蜀漢の軍団を追撃したが、罠を警戒して深追いをしなかった。それで、知せる孔明行ける中達を走らす、という言葉ができたわけか。これは孔明が芝居に勝ったエピソードのように語られるが、むしろ芝居という人物の本質的な強さが現れていると思う。深追いして敗北し、命さえ落としたケースは、中華の歴史上山のようにある。名将張衡がまさにそうだった。張良や学臣に並ぶ名将か。張衡は芝居の反対を押し切って孔明を深追いし、その結果命を失ってしまった。孔明の罠にかかったわけか。孔明の順位が張衡より高いのはこのためだ。そしてこれは、芝居が孔明に喫した唯一の敗戦だったと言っても良いかもしれない。張衡を失ったのは痛いねー。だがこれは芝居が動かなかったことに張衡が不満を持った結果だと言え、むしろ芝居の読みの正しさを表すエピソードだとも言える。芝居は反対したわけだもんね。芝居が孔明の死後に深追いしなかったのは、この時のことがあったからかもな。芝居は何より勝利を優先する。芝居は見抜いていたのだ。蜀漢の食糧が乏しいことも、
孔明の命が長くないことも。いろいろな意味で孔明は運が悪すぎる。劉備が、張飛が、関羽が、せめて馬超か孔忠が生きていたら、あるいは敵が芝居でなかったら。あまりにも孔明の負担が大きすぎた。芝居はただ待ってさえいればよかったんだ。張飛はそれが見抜けなかったか。バリバリの武官からすれば、恥ずべき勝ち方だったのかもな。この時すでに芝居は大将軍となっており、軍事上最大の権力者となっていた。しかしそのことを面白く思わない総一族もいた。そうなるよねー。孔明の死後、両党の地で公孫円が義に対して反乱を起こした。芝居はこの反乱を鎮圧し、文字通りの死体の山を築いたわけだが、その途中で総英が死んだ。降伏を申し出た相手を皆殺しにしたんだよね。15歳以上の男を皆殺しにしたとも言うな。どうして孔明が死んで芝居が生き延びたんだろう。世の中は残酷なんだよ。さて、総英の死後、総一族の一部が、自分を亡き者にしようと企んでいることを察した芝居は、ボケたふりをしてやり過ごした。芝居の地位は名誉職と言っても良いタイプとなり、普段の食事すら口からこぼすような徹底ぶりで人目を欺いた。芝居がボケた芝居をしたわけか。かなり見事な演技だったようで、早々一派は完全に油断してしまう。そして油断しきったところで一網打尽。早々一派を一族もろとも皆殺しにするのであった。なんというか。その後芝居は完全に実権を握り、その息子が芯を立て、義は滅亡する。詳しくは、義の滅亡、を見てね。強力な武将ひしめく三国志において、実質 100% の勝率を誇るのは、上位3名だけだと言ってよい。その中でも、芝居は群を抜いて強いと言える。残酷だけどね。だが芝居への評価は非常に悪い。最も不人気な人物が1位になってしまったわけか。せっかくなので、三国志演技版の最強トップ10も見てみようか。10位から6位はこんな感じだな。張飛、馬超。劉備を主人公とする関係で、今度は食官のメンバーが多くなる。続いて第5位から第1位はこんな感じだ。孔明、孔明。芝居はトップ10には入っていないんだね。終始孔明にやられっぱなしだったしな。三国志演義とは、きっと孔明が芝居を倒す物語なのだよ。人々の願いを物語にしたのが、三国志演義だったのかもしれないな。芝居が1位よりこっちの方がいいな。あとはやっぱり、呂布が強くてこそって気もする。呂布、強い、呂布。ってなわけで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。